米中対立が深まる中、中国北京市にあるアメリカ大使館は8月10日、SNS のウェイボーとツイッターにあるエンブレムのデザインを更新しました。新しいエンブレムには中国の2文字が消え、北京だけが残っています。中国人ネットユーザーの間では、さまざまな憶測が飛び交っています。一部ではアメリカ側が中国共産党政権を合法的な政権だと認識しなくなったのではないかと推測しています。アメリカ大使館は12日、エンブレムを更新した理由について、アメリカ国務省によるアメリカ在外高官ブランド計画の一環だとツイッターで説明しました。投稿された写真には、ジンバブエやミャンマーなどの一部の国にあるアメリカ大使館のエンブレムがあり、在中国のアメリカ大使館の新エンブレムと同じデザインが用いられています。これに対して中国人ネットユーザーは、アメリカ大使館のツイッターアカウントで、中国北京を北京に変えたのは、もうすぐ台北に大使館を設置するためですか。台北で大使館の開設を歓迎、脱中国化を支持する、反対時にしたらもっと良い、などとコメントを残しました。中華大使館は中中華民国大使館との意味にも捉えることができるからです。またツイッター上で東京と韓国ソウルのアメリカ大使館のエンブレムを挙げて、在中国のアメリカ大使館がエンブレムを変更した本当の理由は、アメリカ政府は中国共産党政権を合法的な政権とみなしていないからだとの見方を持つ人もいます。東京とソウルのアメリカ大使館のエンブレムは、中国やジンバブエのエンブレムと違うデザインになっています。エンブレム変更のタイミングは、アメリカのアザー厚生長官の歴史的な台湾訪問と、香港当局のメディア王や民主活動からの拘束と重なりました。大紀元コメンテーターの陳秋氏は、在中国のアメリカ大使館がエンブレムを変更したことは、アメリカ政府は引き続き中国国民とは交流するが、中国共産党離れを加速させるとのシグナルを送ったのではないかと分析しました。ポンペオ国務長官はこれまで公の場で複数回、中国共産党政権は中国ではないと発言してきました。